みんな筋トレしてる？はい、こんにちは、筋肉系 YouTuber の山沢です。いよいよね、大会2週間前なんだけど、ちょっと本当にねやばくなってきた。間に合うかどうかね。まあ皆さんからすると、いや、めちゃめちゃ絞れてるじゃんっていう人もね、かなり多いと思います。で、実際には結構絞れてるんですけど、今日ね、多分みんなコンテストで勝つためにどこまで絞ったらいいとかわかんないじゃないですか。まあその目安がどこまでかとか、ちょっとね、実はね、最終手段があるんですよ。こっからぐわっと絞っていくためのね。残り2週間といえど、後半3日間ぐらいは休養期間に当てるんで、あと10日間ぐらいで2キロ絞んなきゃいけないんですね。後半の後半で普通の人2キロって絞れないのね、選手はね。なんですが、それを可能にする最終手段がございまして、まあそんな話をしたいのと、フィジークで勝つためにどこまで絞んなきゃいけないかっていうと、3段階あって、最低条件がこの下腹部ね。下腹部に血管が出ていることで、ここが皮に1枚になってること、ここの絞りがだから甘い選手ってもうトップ10には絶対入ってこれないんですね。ファーストコールには絶対絡めなくて、でその2がこの腰の部分ね、バックポーズとか取った時に、あ、ここまで絞れてるなっていう、それが第2段階で、最終段階がこのケツまで絞れてる、ケツがねもう皮1枚になってるってのは本当にすごいんですけど、前回の減量も後半2週間のその裏技でね、ぐわーっと絞って、結構このケツまでね、割と絞れてる状態まで持ってこれたんで、おそらく前回と同じ食事をすれば、こっから2キロと落とせて、割とケツのねカットがちょっと出るぐらいまでは絞れるかなって想定してるんですけど、そう、実はここ1週間で、ね、ちょっとね停滞してて、少しだけね計算狂ってるんですよ。ただもう私、山さんもね、もう7年前から出てて、この前数えたら11回も出てんの。でそのうちの山本先生のコーチング受けて大会出てるのって5回も出てるんで、なんか僕自身も自分の減量ペースとか、あ、後半あとね2週間あればどれぐらい落とせるなとか、これぐらいのカロリーだとこれぐらいのペースで落ちるなみたいな、そういう経験がもうあるから、まあそこまで焦ってはいないんですけど、まあ、体ってね本当に難しいっていうか、疲労だったりストレスだったりいろんな要素が絡んで、あれ普段だったら痩せれるカロリーで落ちていかないぞみたいなのも、まあやっぱなくはないんで、じゃあこっから2週間でどう落としていくかっていうと、まあ3つねあるんですけど、1個が高タンパクケトっていうのやってきます。で、高タンパクケトって何ぞやって感じなんですけど、普通のケトジェニックって6割ぐらい脂質取るんですけど、高タンパクケトの場合はね、タンパクの方が割合高くするんですよ。なのでちょっと食べるもの紹介しようかな。まあこういう牛肉の赤身ね、脂身とか全部カットしたのを、牛肉1日300、あと馬肉ね、これも1日300、まあ別に鶏肉とかでもいいんですけど、できれば赤身肉の方が栄養価が高いんで、まあこれ金銭的な問題ですけどね、鶏肉でも痩せれると。あとね、ちょっとこれ今低温調理中の鶏レバーでございます。あとは卵か。1日食べるものとしては牛肉300、馬肉400、卵8個、鶏レバー200とか、あとブロッコリーとか食べるだけなんで、超高タンパク質なの。 300g 近い高タンパク質で、で脂質がね90とかで、炭水化物を50未満にするような感じで、カロリーも最後の2週間は2000キロカロリーちょっとぐらいまで落とすんで、前回その高タンパクケトの2000キロカロリーぐらいを後半に入れて、一気にね2キロぐらい絞れたんで、まあ明日からねそれをやれば大丈夫かなと。あとはですね、まあ私、山沢と山本先生といえばヒートですね。朝のヒートを、これまでね、前回の減量はもう割と中盤ぐらいから週3でスタートして、もう後半の方とかね下手したら毎日ぐらいやってたんですけど、やっぱりあれやっちゃうと慢性疲労がひどすぎて、最後の手段として取っといたんですけど、もうここ2週間はね本当に週3以上週5下手したらもうね毎日やるかもしれないぐらいの感じではいるんですけども、でヒートってヒートやってる時に脂肪が燃焼するわけじゃなくて、運動後の過剰酸素摂取量、エポックって言うんですけど、めちゃめちゃこう心拍数上がるじゃないですか、ダッシュしてヒートするとね。そうするとその日1日酸素の消費量がめちゃめちゃ増えて、アフターバーンとかも言ったりするんですけど、要はヒートそのもので痩せてるっていうよりも、ヒートの後ね、後に代謝がずっと高い状態が続いてるっていうので、朝一
空腹で何も食べないままこのトレッドミルでね、まあ、これ自宅用だと速度が遅すぎてあのジム行かなきゃいけないんですけど、ジムのトレッドミルだと時速20キロまで上がるんですね。でちょっと傾斜ね3ぐらいにして、だ時速20の傾斜3とかで20秒走って10秒から15秒休んでっていうのを8本繰り返していくんです。ずっと時速20キロで僕は走れないです。陸上選手とかで、ね、サッカー選手とか走るの得意な人はねできるかなと思うんですけど、僕みたいないわゆるボディービルダーなんかはそんなに走るの慣れてないですから、もうね後半はあの17とか16まで、ね、最後の方スピード落ちてたりしますけど、この朝のヒートがね、まあ、めちゃ痩せるの、まあ、カロリーも下げてね高タンパクケトやって、まあ、さらにヒートですよ。もちろんトレーニングはね普段から週6回今やってますから、プラスヒートをやると激痩せしていくと。そんな感じでね、もう残り2週間カツカツのカツギリギリのギリに追い込まれた私山沢ですけども、計画通りっていうわけではないですけども、まあ、これまでの経験からするとまあ十分間に合うなっていう感じ。あとチートデーについてちょっと話そうかなと思うんですけど、僕これまでの減量で山本先生のコーチングね、もう大会5回目ですよ、1回もチートデーって入れたことないの。だからチートデーって必要ないんかなみたいに思ってたんですけど、この前初めて大会3週間前の時に山本先生の許可が出てチートデーしたんですけども、これ単純に山本先生の許可が出たからやっと食べれるっていう思いもあったんですけど、その僕自身やっぱり理想の減量を追い求める中で、あ3週間前にチートデーしたらどういう反応になるんだろうっていうのを実験したかったんですよ。でチートデー入れた結果って3パターンあって、1つ目がチートデーをすることによって代謝が上がって減量がうまくいくパターン、2つ目がチートデーを入れても入れなくても結果あんまり変わんないパターン、3つ目がチートデーをしたことでむしろマイナスになるパターンと、3つある中で代謝が上がってよかったなっていうその一番いいパターンではないです。ただ3週間前にあれ脂質とかまで入れたんですよ。ピザとかそういうジャンク系とかお菓子系とかも入れたんですけど、結局1日通してチートデーしてるわけじゃないんで、翌日体重が 0.6 増えて、でチートした2日後にはもう体重ほとんど元に戻ってたから、まあ、入れても入れなくても影響がなかったなっていう感じで、でも一つ勉強になったのが、最初の段階からね大会1ヶ月前に1回だけチートできるんだって思いながら減量スタートすると多分精神的にもかなり楽になるんですよ。これで問題なく大会までに絞れれば、ね、減量3ヶ月あるうちの1回ぐらいはねチートミールチートデーとかを入れれるなっていう、まあ、実験にもなったんで、まあ、今日の動画はね、まあ、そんな私山沢の大会2週間前の心境とかね状況を話した動画になるんですけども、あとはもう最終的には根性で絞るし、まあ、僕ももう何回も大会出てるし優勝するって言ってるぐらいだから、絞れないで出るっていう選択肢はまずないのね。絞りが甘いとか自分でそれを許せないからね、山沢さん絞り甘いなとかコンディション甘いななんていう状態で出ることをもう自分のプライドが許さないん で何回も大会出てる選手とか上位で争ってる選手ってのはその絞りの重要性ってのをもう特に分かってるから、もう筋肉のサイズなんか最後残そうと思わないんですよ。絞れてる同士の中での争いなんで、サイズがでっかい人なんで僕よりだから全然筋肉ある人なんかいっぱいいても絞ったもん勝ちなんですよ。絞ったところからの争いなんで、こっからね私山さんの変化をお楽しみに。はい、またねちょっと大会までに動画頑張ってあげるんで、ぜひね見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。